島田香織かおちゃんです。今日はさっきの続きです。今ちょっとコーヒーを一杯飲んで、そしてこれを遠くに置いて眺めていました。これね、絵って本当に遠くに離してみないと見えてこないので、小さい絵だとね、それをしょっちゅうやらない。スケッチブックだと、あら、まだ乾いてなかった。しょっちゅうそういうことしないので、遠くに離れて見てってやってるとね、いろんなものが見えてくるんだけど、今ちょっとそういうことをしてました。それで分かったのは、これは全然、先が見えないということでした。とにかくこの辺まだ全然途中でどうしてこうなっているのかも私の中ではまだ分かってませんので、この先を続けます。ちょっとね、これはここを壊してしまったので、ここを組み立てていきます。それでは始めます。こういう風になってくると結構楽しくなってきます。綺麗にできすぎちゃうと、ね、壊すのが怖いけど、怖いじゃない？あ、壊すのが怖いので、できすぎちゃうと手が止まっちゃうんだけど、ここでまでまたちょっとここで黒い本当はアクリルでやりたかったけどなかったので、とりあえずクレヨンでやっちゃいます。やっぱりアクリルじゃないとダメかな。取ってきます。
終わってしまいました。ちょっと今日は15分無視して、私このままやることにします。ちょっとねやめられなくなっちゃった。あの都合のっていうか、終わるかもしれないし、もし終わらなかったら、これでちょっと休憩した方がいいかなと思うところまで今日はやってみようと思います、ね、15分に区切るのもいいけど、どうしてもやりたいときはやった方がいいと思うし、規則はね、ね、合ってないようなものだから、やりたいときはやった方がいいかな、やっぱり。でもあのわざとね、あの手を休めている休めた方がいい時もあるし、なんか詰まってる時に無理してやってね、わけわかんなくなっちゃうこといっぱいあるけど、でももうちょっと続けてみようかなと思う時はやった方がいいですよっていう神様からのメッセージかもしれないし、なんかちょっとこの絵綺麗になってきちゃった。ここをどうしようかな、何でしょうかな、なんかやっぱりちょっとバンとグワンとした感じにしようかな。そしたら今度はこれをやってみよう。クリアジェスト。もうどんどん上に重ねてます。
乗らない。いや、これじゃないとダメか。ということでできました。ちょっとケオスな感じだけど、ちょっと耳がすごい世界ができましたけれど、ちょっとこれもまた昨日とは全然違って面白いかなと思います。今日は少し長くなりましたけれど、これで終わります。それではまた次回会えると嬉しいです。じゃあ。